背中触っていくと、ここは、ここ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 、あと、ここは、ここがない、ここ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 、この辺ガチガチだね。で、どんな感じかって言ったら、はい、今あの、特にここが硬くなってるんですけども、うんうん、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるみたいな感じで、ガチガチに固まってます。だからね、この辺とかしんどかったはずです。はい、でそれをね、今からね、生肉に戻していくんですけども、その過程がとても痛いです。はい、でこの背中の疲れって、まあ、足の疲れから上がってくることが多いので、足からしっかり緩めていきますね。はい、今から本番、本当に足痛いから、ね、頑張ってよ。にね、触っていきます。ここだ。うわ。これがね、痛いけど気持ちいいぐらいの強さ。ああ、まだそうですね。痛くはないぐらい。まだ痛くはない。大丈夫。大丈夫。わ、若いのにあれだね。足疲れてるね、本当に。うわ、ここだ。ここの疲れがね、こう上がってきてね、はい、あの腰痛とか足のね、むくみによく効く場所ですね。はい、ここだ。うん、確かに立ち仕事してたらここ硬いですもんね。1日もう8時間ぐらいずっと立ちっぱなしですか？基本そうですね。おお。ほとんど立ちっぱなしでって感じで。ああ、お疲れ様です。ありがとうございます。1日立ちっぱなしの仕事なんか私できませんからね、仕事で。座りたいですね。ですよね。これ硬いですよ、ここ。押さえていたいところっていうのが、はい、あの冷凍庫の中のお肉みたいにね、ガチガチに固まっちゃってる状態です。仕事でね、やっぱしんどいんだったら、はい、あの締め付けるタイツとか、ああ、着圧とか、着圧とか、はいはい、測れるとちょっとマシだったりされますよ。あ、仕事的に付け、履くことはできたりはされます？たまにつけたりするんですけど、はい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 、なんかもうそれでもむくみが分かるぐらいの着圧からなんかもう出てるみたいな。ちょっと壊しますよ。はい、これが硬い。うわ、硬い。なかなか20代でここまで硬くしてる人いませんよ。痛いけどここだって感じするよね。はい、膝の裏、ここがね、詰まってると足のむくみになる場所。めちゃめちゃ硬い。ここだ。あ、痛った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 よね。めっちゃ痛いですね。めっちゃ痛いよね。ここにね、リンパ液がね、詰まってしまって、はい、それがね、足のむくみにつながる場所です。
人の足も硬い。今ここだ。足しんどかったはずだよ、こんだけ硬かったら。限界でしたね。うん。あ、でも前、前肩骨筋は硬い。うわ、ここだ。うわ、ここだ。意外とね、太ももとかはね、ふくらはぎとかは自分でマッサージすると思うんだけど、ね、はい、こっち側はなかなかしないことが多いと思うので。そうですね。うわ、ここだ。あ、ここだ。いいでしょ。足のむくみによく効く場所です。これの痛さちょっと減ってきましたね。いきますね。うわ、左側ここ、硬い、こいつだった。うわ、ここだ。うわ、うわ、ここ、うん、硬い。ガチガチだわ。めっちゃ痛いですよ。めっちゃ痛いよね。痛いよって言ってたのが納得していただけたかと思います。めっちゃ痛い。ここだ。でも終わった後はめっちゃ楽にするようにしてますからね。今右足だいぶスッキリしてんじゃないかな。そうですね。